この量をずらっとあるのは正直見たことない。アイスみたいな匂いがするんですよ。最新を取り入れてるって感じしますね。すごい匂い。あ、でもすっごい熱い。あレベルアップした感じします。But nothing makes sense anymore。アンダサウナ関東支部リポーターの岩崎奈美です。今日は椎名町にやってきました。アンダサウナです。椎名町2回目ですね。私は練馬区民なので西武線にはねすごいこう思い出とゆかりがあるんで、やっぱ椎名町嬉しいですね。今回は銭湯サウナ多いのかな。椎名町が多分銭湯サウナがなんかそういういいところがたくさんあるのかなと思うので、今回のサウナも楽しみにしております。でもなんかあったありましたありました。こっちですね。じゃじゃーん、こっちです。妙法湯さんです。いいですね、なんかモダンな感じ。どんな感じなんだろう。行ってみますか。入っていきたいと思います。こんにちは。着替えました。今回は特別に水着を着用させていただいてます。明るいまず第一に思った明るい。じゃーん、なんかすっごいいい匂いがします。お花の匂いなのかな。なんかちょっとそういう匂いがしますね。桶が可愛いですね。じゃあ女湯なんですけど、お花柄の桶になってます。すごいすごい、見てください。リファのシャワーヘッド、これがこの量やっぱりどうしても髪の毛とかが傷んだり、肌ちょっと乾燥しちゃったりするんですけど、これでバッチリ対策ができますね。すごい女性に嬉しいポイントです。青いお湯がこの香りも関係してる。じゃあ次に電気風呂とセット風呂、こっちが軟水炭酸シルキー風呂ですね。真っ白だけどここよく見るとこの大きさの気泡が出てるってことは、多分入ったら相当炭酸を感じれるんだろうな。楽しみですね。で、こちらに水風呂です。いいですね、これも水風呂、深いタイプ水風呂。楽しみ。ちょっと動線が完璧です。ここい、そしてここにサウナ。おー、すごいいや、違うんですよね。本当にシャワーヘッドを変えるだけで、先に炭酸シルキー風呂に入ってきた。真っ白、体が見えなくなるぐらい、すごい奥行きがちゃんとある。よいしょ。日本初の軟水炭酸シルキー風呂。すごいお湯が滑らかだし、芯からこう温まる。軽いです。入ってすごい軽さを感じてます。ジルベートの匂いなの？嘘だ。
最新を取り入れてるっていう感じしますね。入り方の説明書いてある。あ、サウナ行って水風呂行って電気風呂で腰を温める。すごい楽しみです。入ります。オープン。じゃーん。おお。あ、すごいいい匂いする。コンタクトではあるんですけど、高さがあるのでそんなにこう圧迫感はないです。結構本格派の暑さですよ。だって今何度？あ、100度。100度ですね。あ、人間って不思議ですね。そう言われるとすごく暑く感じてきた。女性サウナの温度って確かそんな100度っていうのは探してもそんなにないかも。本当に高温のサウナでがっつり温まりたい人にはすっごくいい。すごいパンチ効いてますちょっとサウナストーブをね、これはカラカラ系の。あ、でもお鍋が、やっぱお鍋あるんですね。シーナ町のサウナにはお鍋があります。あの、ちょっと私だけからこれ見えてる、私だけに見えてるとかじゃないけど、これなんかね、たくさんタブレットが置いてあるんですよ。多分この差室に入ってきた時のこの、あ、いい香りって香ったやつ、このこれが多分いい香りを出してるんだと思います。あ、すごい匂い。あ、でもすっごい暑い。すごいわ。はあ、体がすごい締まってます。キューって。何度だ今？16度。15度から16度ぐらい。いや、なんかこう入った時にね、水が軟水なんで柔らかい感じがします。そのキーッとした冷たさじゃない、このマイルドにしてくれるのはこれは軟水のおかげかなと。にしても気持ちいい。And there's no one to blame. It's just the way it is. Like stone. The moon. すごい。体が赤くなりました。このやっぱり温度の高低差すごいってことですね。それだけ。います。あ、こことあっちにも整えて。あ、でもナイキなんですけど、整えが扇風機があそことここにある。あ、あそこも一応回ってんのかな。だからすごい当たってくる風で涼しい、気持ちいいです。よいしょちゃんと考えられた位置に扇風機が置かれてる。あ、これは気持ちいいな。最後のね、妙法湯さんのサウナの入り方、電気風呂で腰を温める。
これやんないと、やんないとね、やっぱミオホイール来たからには。私結構電気ブルって入ったことないんだよな。こちらはとってもたくさんの種類のサイダーがあるということで、自分で選んだ1本をこちら、ゆず乙女の方をいただいていきたいと思います。可愛いんですよ、わかります？見た目が。はぁ、整いました。ダイレクトゆず、しっかりゆずでも、あの苦みのある渦じゃなくて割と甘みのある渦で、今はあれですね、台湾フェアをやっていまして、台湾のサイダーもあるので、いろんなサイダーが楽しめます。ということで、サウナを楽しんで、サイダーも楽しんで、これでどっちもサカスですね。おいしい。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさよなら。Now my wheels in motion and my